ターネットは子どもだけで自由に使わないでください。講習会には児童と保護者およそ85人が参加。県の担当者がスマートフォンやインターネットなどの正しい使い方を指導しました。県内で去年 SNS に起因した子どもの被害件数は20件で増加傾向にあります。被害を防ぐために家庭で使用ルールを話し合うことが必要です。知らぬ間にスマホ持ってて多分してる可能性があるので、個人情報を絶対出さない。親の方でちょっと管理して、すぐに使えないような環境を作ってやれるといいかなというふうに思います。県では今後も小中高生や保護者向けに講習会を開き、子どもの被害防止に努めたいとしています。